ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。名古屋鉄道の名鉄岐阜駅に来ています。名鉄は岐阜、愛知に広い路線網を持つ中部圏の大手私鉄です。今回の動画では当駅を始発とする名古屋本線の最速達列車快速特急にて豊橋駅まで乗車をいたします。名鉄岐阜駅は名古屋本線の北の終着駅となっており、当駅止まりの列車が数多くやってきます。今回は快速特急豊橋行きの1号車についている特別車に乗車をいたします。早速ホームには今回乗車する快速特急豊橋行きが回送の幕でやってきました。一般車4両と前2両に特別車をつなげた6両編成です。前2両についている特別車名鉄1000系はパノラマスーパーと呼ばれており、流線型のデザインがとても人気の車両となっています。今回は1号車の展望席が空いていたので予約することにしました。快速特急にて約1時間20分の名古屋本線の車窓をどうぞお楽しみください。今回は最前列の通路側を利用いたします。なんと名鉄名古屋駅までは誰も乗ってくることはありませんでした。それではパノラマスーパー展望席の座席を紹介いたします。座席のリクライニングシートは展望が最優先になっているためか背丈がとても低く、座席もほとんど倒れない仕様となっています。また展望席は座席後ろの背面テーブルがないので注意が必要です。一番前の座席限定で足置きがついています。乗務員室は客室の下にある特別仕様となっています。昔ながらの折戸式の扉が閉まり、列車が間もなく発車をいたします。列車は名鉄岐阜駅を発車いたします。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車快速特急豊橋行きです。豊橋行き名古屋東岡崎方面快速特急の豊橋行きです。本日は雨が強く車窓がよく見えないのが残念ですが、名古屋本線の最速は120キロということもあり、前からの車窓は迫力満点です。列車は笠松駅に到着です。新幹線駅の岐阜羽島駅の最寄り新羽島駅へは竹花線へお乗り換えです。ご乗車ありがとうございます。次は新木曽川に停まります。進行左側には笠松競馬場が見えてきました。名馬オグリキャップのデビューした場所としてもとても有名です。列車は木曽三線の一つ木曽川に架かる木曽川橋梁を渡ります。この川が岐阜と愛知の県境となっており、これより先は愛知県となります。列車は新木曽川駅に到着です。この駅に比較的近い JR の木曽川駅は普通列車しか止まりません。列車は一宮市の中心駅名鉄一宮駅に到着をいたします。名鉄美西線が乗り換えです。向かい側には JR 東海の尾張一宮駅が見えています。この列車と多くの区間を競合する新快速の豊橋行きです。列車は続いて裸祭りで有名な神宮神社の最寄り駅神宮駅に到着をいたします。パノラマスーパーの展望席は全ての人が展望しやすいように傾斜がついています。後ろの座席からの車窓は前よりも開けており、とても見やすいです。3列目の座席からの見え方はこのようになっています。
いいたします。この先カーブがあります。列車の揺れにご注意ください。列車は庄内川を渡ります。まもなく名古屋に到着いたします。右側には全車指定席の空港特急ニュースカイが止まっています。また進行右側には名古屋岐阜から福井金沢を結ぶ特急しらさぎと並走いたします。 JR の名古屋駅は地上にありますが、名鉄名古屋駅は地下駅になります。ホームには長蛇の列ができています。列車は名鉄名古屋駅に到着いたします。この名鉄名古屋駅は1日20万人を超える乗り降りがある駅ですが、3面2線のうち1つが校舎専用の狭い敷地でやりくりしています。列車は金山駅に到着いたします。この金山駅は JR、名鉄、地下鉄名城線、地下鉄名鉄線がやってきます。多くの路線が乗り入れることもあり、金山総合駅とも呼ばれています。列車は神宮前駅に到着いたします。熱田神宮の最寄り駅となっています。この駅からは常滑線中部国際空港方面が乗り換えです。一般車からは多くのお客さんが降りています。三河線との乗り換え駅支流駅に到着です。特急停車駅西尾線との乗り換え駅の新安城駅を通過しています。列車は東岡崎駅に到着です。徳川家康出征の地岡崎城へはこの駅より徒歩15分です。JR 東海道線は蒲郡方面の海沿いを走行いたしますが、名鉄は内陸部山川を走行いたします。こちらも特急停車駅豊川稲荷への豊川線の乗り換え駅高駅を通過いたします。進行右側に飯田線と東海道本線が見えてきました。名古屋本線はこれより先飯田線との共用区間に入ります。進行右側の飯田線下地駅船町駅を通過いたします。名鉄の駅ではないので全列車が通過いたします。列車は飯田線との共用の行き止まり式ホームに停まります。その中でもこの3番線が名鉄専用です。列車は終点の豊橋駅に到着をいたしました。全面展望席での1時間20分、あっという間に感じました。この列車は折り返し特急岐阜行きになります。向かい側には飯田線の車両が停車しています。213系転換クロスシートです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。